皆さんこんにちは。マレーシア在住のリリーです。今日はクアラルンプールの空港について詳しくご紹介していきます。この後実際に空港の様子を見ながら説明していこうと思うんですが、その前にターミナルについてお伝えしておきます。クアラルンプールの空港は2つターミナルがあって、航空会社によって分かれています。 KLIA ターミナル1と KLIA ターミナル2の2つです。例えばアナや JAL、マレーシア航空などフルキャリアと呼ばれる航空会社は KLIA ターミナル1で発着します。そしてエアアジアなど LCC と呼ばれる格安航空会社はKLIA ターミナル2で発着します。行きはターミナルを知らなくてもそんなに心配ないですが、帰りの便がどっちのターミナルから出発するかというのは事前に確認しておいた方がいいかと思います。今回は電車の乗り場だったり換金所の場所もそれぞれのターミナルでご紹介していくので参考になれば嬉しいです。では早速行ってきます。スタート。まずはアナや JAL を使ってクアラルンプールに来る方が利用する KLIA もしくは KLIA ターミナル1と呼ばれる方について紹介していきます。ここは到着後に荷物を受け取って出てくるところですね。出て左手に行くとすぐ換金所があって、ここは24時間営業なので早朝に到着される方も利用ができます。そして換金所の向かいには SIM カードが売っているお店もあります。日本からポケット Wi-Fi を持ってくる方も多いかと思いますが、 SIM カード派の方はこちらで購入するのがベストかと思います。ここには4店舗くらい並んでますね。ちなみに赤い看板のチューントークで聞いてみたところ、 Wi-Fi のレンタルはしてなくて SIM カードの料金はこんな感じでした。次に先ほどの出口を右手に行くと ATM があります。両替の代わりにクレジットカードからキャッシングすることもできるので場所を知っておくと便利かと思います。では他の階に行ってみましょう。まずはバス乗り場からご紹介します。今いる到着ロビーは3階なので、市内に向かうバスや電車の乗り場はこの下にあります。ちなみにこの E ハイリングというのがグラブの乗り場を指します。エスカレーターを降りて案内通りに進むとバス乗り場があります。ここまで来ると上の看板に KLIA2 の表記が見えるかと思うんですが、この先のバスターミナルからは KLIA2 行きの無料シャトルも出ています。もしターミナルを間違えちゃって KLIA2 に移動したいという時はこちらを使うこともできます。ただバスの待ち時間プラス乗っている時間も25分くらいあって、時間に余裕がないと難しいので気をつけてください。そういった意味でも帰りのターミナルは事前に確認しておくことをお勧めします。エスカレーターを降りるとバスのチケットカウンターがあって、このカウンター自体は24時間空いてるそうです。 KL 市内に行くバスは24時間運行ではないので、こういったサイトで時刻表を確認してみてください。ちなみにこちらはいつも私が使っているサイトです。次は電車の乗り場を紹介します。さっきの到着ロビーに戻ってきました。同じく下の階に降ります。今映っている道をまっすぐ行くとさっきのバス乗り場の方面で、
今度はもう一つ下に降りないといけないので向こう側に回ります。ちなみになんですが、空港の近くには三井アウトレットパークもあります。空港からアウトレット行きの無料シャトルも出てるんですが、ややこしいことに乗り場はさっきのバスターミナルとは違うんですよね。アウトレット行きのシャトルバスはここです。この左側にあるエスカレーターを降りるとアウトレット行きのバスに乗ることができます。あとグラブの乗り場も同じです。アプリではここを指定してください。電車の乗り場はもう少し先にあるエスカレーターを降りないといけないんですが、下でつながってないので気をつけてください。このかすかに見えている看板の方まで進みます。この看板をアップすると日本語でもクアラルンプール行き特急電車と書いてあります。電車乗り場に到着です。電車の詳細については後で KLIA2 の方とまとめて紹介するので最後までご覧ください。では続いては KLIA2 の案内をしていきます。 エアアジアを使ってクアラルンプールに来る方はこっちを参考にしてみてください。全然関係ないですが、私は KLIA2 の方が飲食店など充実している気がして好きです。で、こちらが荷物を受け取った後に出てくるところですね。出てすぐにホットリンクと書かれた SIM カードが売っているお店が見えます。今私が使っているのはトラベル用ではないですが、同じくホットリンクで買った SIM カードです。この時聞いた料金は1週間20ギガ使えて37リンギットでした。約1150円くらいですね。で、その向かいには換金所もあって、ここも24時間営業です。ただ、レートはかなり悪いので、この後出てくる換金所と比べてみてもいいかと思います。あ、ここですね。この日のレート両方とも貼っておきます。左が手前にあった換金所で、右が今映った青い換金所です。こんな感じでこっちのターミナルには洋服屋さんもたくさんあります。出口からまっすぐ来ると H&M があって、その H&M の角から電車の乗り場が見えてくるかと思います。ありました、あのピンクのところですね。空港から市内まで電車で行くには KLIA エクスプレスと KLIA トランジットの2種類があります。エクスプレスは空港と KL セントラル駅をノンストップ33分でつなぐ特急列車で、トランジットは KL セントラル駅まで39分でつなぐ、各駅停車の普通列車です。どちらも料金は同じで片道大人55リンギットです。市内までの所要時間はあまり変わらないのでお好きな方を選んでみてください。時刻表はこの後貼っておきますが、始発と終電はこんな感じです。で、余談ですが、実は私この電車を使ったことがなくて、今回55リンギットもするって知ってちょっとびっくりしました。グラブでも市内のホテルまでだいたい65リンギットくらいで行けるので、300円しか変わらないのであればグラブ一択だなと思ってしまいました。KL セントラル駅周辺のホテルであれば電車も便利なのかなというところが個人的な意見です。
電車の支払いはクレジットカードでもできて、Apple Pay も対応しているそうです。では次は ATM の場所を案内します。H&M と電車乗り場を背にして進むと、また別の換金所とその横に ATM が見えてきます。ATM の横にはスーパーもあるので、ここでお水を買ったり、ひとまず食料を調達することもできます。営業時間は朝9時から夜9時までです。で、いろいろ寄り道をしましたが、出口からまっすぐ進めば外に出られます。ここでファミマを見つけるとちょっと安心するかなと思います。で、ファミマの横にエスカレーターがあるので、下に行くとバス乗り場とグラブの乗り場があります。まずはグラブの乗り場から紹介しますね。大きく GO と書いてある出口がグラブの乗り場で、アプリではこちらを指定するとこの乗り口まで来てくれます。で、その向かいにはレンタカーのカウンターがあって、後ろにはバスのチケットカウンターもあります。こちらのチケットカウンターも24時間空いてるそうです。で、アウトレット行きのシャトルもこの階から出発するので、時刻表を貼っておきますね。ここは初めて見つけたんですが、この階にカプセルホテルもありました。シャワーだけ浴びれたりもするみたいなので、興味のある方は参考にしてみてください。それから KLIA2 から KLIA1 に行く無料シャトルもこの階から乗れます。シャトルの時刻表も貼っておきます。最後に実際にシャトルに乗ってみたので、雰囲気だけでも伝わるといいなと思います。あ、大事なことを伝え忘れていたんですが、KL 市内の電車やバスで使うタッチ&ゴーというカードは、空港のどこで手に入るか今回調べてきました。ワトソン、KK マート、セブンイレブン、あと空港のインフォメーションでも聞きましたが、どこも販売していないという回答でした。 KL セントラルまで行くか、車であれば近くのガソリンスタンド、もしくは高速の料金所で買ってというアドバイスをいただきました。市内まで行けばコンビニでも買えるんですが、空港では購入できそうになかったのでお気をつけください。はい、では今回の空港の紹介は以上です。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。よろしければチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。